準々決勝で涙を飲んだ。その悔しさを胸に今大会東山は再び全国の舞台に戻ってきた。キャプテン新谷陸斗は選手宣誓でこう誓った。今年は第101回大会、高校サッカー新時代の幕開けとなる年です。101枚目のページに新たな歴史を刻み、これからの未来を切り開く熱い戦いをすることをここに誓います。ここから歴史を変える戦いが始まった。この1年磨いてきた武器は堅守。初戦でゴールを許して以降、連続で無失点、守備から勝利をつかんできた。その堅守の中心が東山ゴールに鍵をかける男、守護神佐藤瑞起。前回大会の準々決勝、佐藤の手をすり抜けゴール、責任を背負い続けてきた。俺がゴールを守り、ベスト8の壁を越えてみせる。東山は序盤から攻め込まれるも、佐藤が猛然と飛び込みチームを救う。さらに一瞬の隙を突かれた場面では、ここは手を引いて11番取りました。11番取りました。1対1、身体の対応、2人の間を倒して投げ出しゴールを死守。無失点で前半を終えた。おい、前半ミスの場合0-0からマジで。よし、そこ後半0-0でもう一回集中して立ち上がるから行こう。よし、頑張れ。出せじゃないか、しっかり出して、出せたら絶対勝てるから、全然信じて出せましょう。よし、だが終盤ペナルティーエリア内で間接フリーキックを与え、絶体絶命のピンチ。全員が体を張り、魂の守備でゴールを守り切った。決着は PK 戦で、命運は佐藤に託された。選手たちは2万人以上の大観衆に圧倒されていた。その様子を見て福重監督は、正直先生も緊張してる、やっぱりな、少なからず。でもな、後で緊張して損したなってことだけしてほしくないな。ほんまに我々のためにこう楽しまん、損やろ。との決戦、前半5分、自慢の守備で見せる。ディフェンスが先に触り、ゴールを許さない。しかし39分、自慢の守備を崩され、先制を許す苦しい展開。Thank you.
強い気持ちで攻撃に出る東山。すると東山はロングスローから。